ビクトリは東日本フェリーが運航していたフェリー。船名はギリシャ神話に登場する勝利の女神、ビクトリアに由来する。バルナの大船として三菱重工業神戸造船所で建造され、1989年7月に室蘭大洗航路に就航した。建造当時は北海道方面の長距離フェリーでは最大の総トン数となった。本船の就航により、 バルナは仙台トマコマイ航路に転廃され、ビルゴが引退、海外焙煎された。1998年、バルナの就航に伴う、ハーキユリの大洗い航路転属に伴い引退して、海外焙煎され、イタリアのグリマルディラインで、ビクトリーとして就航した。2009年に、メキシコのバハラインズへ売却され、チワワスターとなり、2011年以降は、 アメリカクルーズフェリーのカリビアンファンタジーとして、サントドミンゴ、サンフアン間で運行され、2016年8月に火災事故を起こし運行停止となりサンファン港に、継戦の後2017年に、トルコにて解体。なお、運行停止後のサントドミンゴ対サンフアン航路には、フェリーズデルカリーブにより元船と、同じくかつて、東日本フェリーにて、 ヘルメスとして在籍したカイデンが就航している。バルナの巡動系船として、車両、旅客輸送能力は、同程度なものの展望風呂、ライブラリー、ビデオシアターなど公室を充実させたため、船型が大型化した他バウバイザーと、選手ランプを廃止しば、ルナより、スマートな船型となっている。海外焙煎後、ファンネル後方に船室を増設。 戦備のランプを拡張するなど改造を受けている。1996年1月6日、6時ちょうどごろ、乗組員29名、旅客65名、車両72台を搭載して、大洗港から室蘭港へ向かっていた元船は、金華山の北東12海里を航行中、右限式6番シリンダの軸ピンが接損したため、右限式を停止、左限式のみで航行を継続した。 点検作業により、約30分間漂流、手記の片減運転により室蘭港への到着が約7時間、遅延した。事故原因は、軸ピン製造時の診断処理不良で生じた、強度不足により、就航以来の疲労により軸ピンが折損したためで、あった。2016年8月17日、ドミニカ共和国のサントドミンゴから、プエルトリコのサンフアンに向かっていた元船は、 サンフアを機に帰りを航行中にエンジンルームから火災が発生しその後小島に座礁。乗員乗客510名が救出され、その後サンフアン港へ栄光された。カリビアンファンタジー号火災事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。